はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。カスってなった全然指パチにならないな、もう。戦国乙女、天下無敵の乙女バトルの実況をしていきたいと思います。今回はね、ガチャパートっす。大体まあ創作やってきます。おお、5レベルも上がったぞ。結構上がるんだよね。普通に育成するより上がる。そんなことはねえか。まあまあ、今このゲームは結構まったりって感じですけどね。つうこって、行きましょう。ガチャしよう、ガチャ。春菜50溜まったからね。こっちも悩ましいんだけどね、防具ガチャ。メンツ的にね、そんなまだ持ってないんだよね、キャラ的に。なんでまずやっぱキャラ引くのが優先かな。本当はね、こっちが引きたかったけれど、しょうがない。切り焼きとか欲しかったな。つうこって行きましょう。お願いします。さあ、とりあえず必殺技。てか、装備に。あ、でも、金。あ、でも、金ある、金。でも、レインボーってやっぱ結構出ないんだね。あ、陶器回復、未だに。あ、そう、俺、剣士持ってなかったんだね。これは嬉しい。で、持ってないキャラ、とりあえず最低限まずキャラ集めないとな。まあ、できれば星4とか星5のやつがいいんだけど、星3と。まあ、全キャラ持ってないからね。あ、どうです。お、威力アップだって。へぇ。威力アップいいな。パワーアタックの威力アップする。こっち、こういうやつの方がいいな。火力が欲しい。もっと。あ、4か。いいね。まあ、赤は、あ、でも赤って。あー、てか、秀吉ちゃんどんだけ通したい人なんで。お、お隣。状態回復。状態回復ね。状態異常ってあんまなったことない気がするんだけど。まあそういうとこもあるんだろうね。むしろ体力回復するのが欲しいんだけど。あ、星3かい。これはあれなんだろうな。どっちかというとその、なんつうの？このまま八田の鏡だかあれだけど。お、全軍闘技回復。ほー。パワータックは自分以外の武将のパワーゲージが満タンになって、パワーゲージ？パワーゲージ、下のゲージのことか。あれが陶器か。あ、なんか信玄飛ばした。いや、多分、レインボーだったら必殺技なんだろうね。あ、それも、聞いてなかったな。もうどっちか。いや、結構揃ったな。星3か。いや、ここも結構いいのが出る。小太郎の、あ、状態、あ、お、全軍回復。これは体力回復か。ああ、これ欲しかったかも。これはいい。なるほど。やっぱいろいろあるんだね。春菜の種類もね。なるほどねー。っていう感じの引きでございましたか。まあ。結構これで揃ったか？でもまだノブ様とか持ってないし。てか、キャラクター的には多分レアリティある程度固まってるとは思うんだよね。だ多分ソーリンとかも星5とかないのかもしれない。もしかしたら星4がマックスなのかな、ソーリン。かなぁ。わかんない。わかんないなぁ。あるかもしれん。でもどうなるんだろうね、これね。要は、今のところ武将がダブってことってないのよ。てか、あれって要は、なんか武将も引いてるけど、どっちかというと、春菜を引いてるっていうか、なんか結構特殊だよね、このゲームの。だから多分、武将カードは1個しかなくて、あとは、その、なんや、付随する春菜のあれを引いてくみたいな感じなんかな。だから多分ここが、例えばだからソーリンが星5ソーリン引くかとかって言ったら多分ないのかもしれないね。もうソーリンはこのソーリンしかなくて、カードはね。あとは自分で春菜付け替えしてねとかっていう感じなのかな。あと装備とかも付け替えてねとかっていうことなのかな、多分。だから各武将が、まあ、できればでも星5スペックにしたいけどね。まあ、もしくは新たに星5とか引いたら上書きされるのかもしれないんだけどね。そういうことかな。はい。って感じで、じゃあ今回じゃあこれで終了しましょうか。まあまあまあ。結構手探り感が相変わらずですけどね。はい。じゃあバイバイです。なんかいろいろあるな。